自民党世耕議員特大ブーメランぶっ刺さる、裏金問題で不起訴になった世耕議員の過去ツイートが話題になってる。19日の会見では秘書に任せきりにしていた、秘書が私に報告しないまま政治資金収支報告書の母外で管理していた還付金について把握することはできなかったと説明してた。でも13年前はこんなことツイートしてたんだよね。めっちゃ確認してるじゃん。収支報告の確認がめんどくさくなっちゃったのかな。国民がインボイスのせいで、生産性ゼロの作業のせいでシックハックしてるんだから、国会議員もめんどくさがらずにしっかり管理しようね。そしてアドバイスだけど、何に使ったか今からでも説明してくれたら信用度上がるかもよ。